いいね。さあこのまま押し込めるかどうか。なんでそんな喋りながらできる、うまいし、ありがとう。いやそれはね、比較的頭を使ってないからだね。うん、もうこれはもう慣れだね、慣れ。はぁ、これも実況テンションってことだね、言うなれば。配信外だったらちょっと目も当てられないかもね、俺は。まあそりゃそうだわな、配信でもずっとうわこれやばいっす、これすごいわ、これうわとか言ってたらちょっとね、不安だと休めもってなるもんね、配信外でもね。だから配信中だけですよ、配信中ぐらいはね、そうであれって感じ。せめて、まあ、僕たちってやっぱね、別にゲームね、うまいあれでね、やってないですからね。でも喋らなあかんからね、僕たちやっぱ。でもそれをやっていくうちに気づいたら配信外でも、うわっ、うわっ、あーって、もうおかしなってしまってる。今日、サナさんの動画でジョイコンかじってたよ。じゃあ、あの、関さんがジョイコンぶん投げる切り抜きは見たけど、噛むまでいったんや。いいっすね。めっちゃもう始まってるやん、スプラトゥーン。うわ、やっぱそれできんなっていいよな。いや、いいよな、染まってんの。いや、でも俺、プロコンちょっとあの、スプラエディションで可愛いんで大事にしたいです。黄色と青の。いや、みんなイライラしてるよ、ゲームはやっぱ。表に出さないだけで。マッチ、味方に話しないから気持ちよく見るし、自分もしないようにしなきゃダメ。いいよ、みんな、別にして。俺も配信してなかったら全然味方批判してるし、だこれやがっつって。僕は別に善人じゃないんだ、別にいい人でもないんだよ、みんなと同じなんだよ気持ちは。ただ配信かしてるかしてないかだけの違いなんだ。僕は配信外だったら全然暴れるさ、おかしくもなっちゃう、全てを解放しちゃう、それでいいんだよ。君たちは自由に楽しみなさい、このゲームを好きなようなスタイルで、好きなだけ暴れて、俺はそれでいいと思うぞ。まあでもそう言っていただければ嬉しいね、見やすいっていうのは、うん、それ配信を心にできたいよ。カニターカーで機動力がないからね、これ入れちゃいます。